皆さんお疲れ様です。格闘技ラジオの時間です。本日もよろしくお願いします。これ聞いていいねと思ってくれた方はチャンネル登録よろしくお願いします。なお最近ツイッターも始めましたのでフォローの方よろしくお願いします。では始めましょう。今回は井岡一人 VS ドニー・ニエテス選手、試合終わりました。これまあ結果としてはもう皆さん大体の人も知ってると思うんで、井岡選手がもう大差判定勝利で勝ちました。ドニー・ニエテス選手はフィリピンの選手で、3年7ヶ月前にマカオで試合して井岡選手に勝ってる選手なんですよ。ドニー・ニエテス選手は18年負けなしです。とはいうものの、ドニー・ニエテス選手6回ドローあるんですよ、6試合。そして前回の試合、国内戦でドローになって、しかももう40歳、これはもう大体もう試合もほとんどあんまりやってなかったんで、なんか結果が見えてましたね、なんとなく。うん、これ1ラウンド目からもう井岡選手の精密機械のようなボクシングあります、わかりますよね。まあそれでもうジャブすごい打ちましたね、井岡選手。もう教科書のようなボクシングをしますよね、井岡選手って。もうジャブ3発パン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 とか打ったり、まあジャブで上下に散らしたり、ボディジャブとかも結構多かったですね。そこからボディジャブから顔のジャブ、普通のジャブ打って、ボディストレートとか、そういうのが結構多かったですね。これ、あと狙ってたのが、お互いに左フックですね。左フックはあんまり、2、3発ですね、この12ラウンド中で、井岡選手が入れたのは。ただこれも、なんか、もう結果的に横綱相撲でしたね。井岡選手のジャブがやっぱり鍵になりましたね。パパパパーンって、それで、ニエテス選手はあまり近づけない。最終的にはもうニエテス選手、もう顔面ボコボコでしたね、カットもあって。ニエテス選手の今日良かったところはあんまりなかったですね。井岡選手は数発しかもらってないんじゃないですか。もう実力差。歴然でしたね。この試合、ただ、自分が厳しく言うとしたら、井岡選手、このボクシングだと、なんか、ビッグマッチに呼ばれないんじゃないかなって、ずっと日本でこういう TBS で試合してんのかなって思っちゃいます。これ次は、だからビッグマッチに、できればと思いますよね。やっぱりアメリカとか他国で試合してほしいですよね。あのジャブはただ本当にすごいと思いました。パンパンパンパーンって。ジャブで打ち勝ちましたよね。もう本当に教科書のようなボクシングですよ。あれでパンチ力があればなーと思いますね。パン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 、ズドンって。そしたらもう最高ですね。井岡選手、次誰出るんですか？日本人対決よりもやっぱり海外の強豪とやってほしいですね。エストラドですか？ローマ・ゴンザレスですか？あと誰がいるんですか？スーパーフライ級って言ったら、この辺ちょっとまだあんまり調べてないんですけど、なんか普通の防衛戦はもうやらないでほしいですね。今日の相手は KO できたんじゃないですか？皆さんどう思いますか？なんか特にだからここまでしか言うことがないかなって、今日、この試合に関しては。なんかもう順当に勝った感じです。まああんまり、もうあんまりネタがないんで、本日はこの辺にしたいと思います。ではこれ聞いていいね、いいと思ってくれた方は、チャンネル登録よろしくお願いします。以上です。ありがとうございました。